冒険者の方ですね。僕はマウロ、スランプ中の画家です。なのでお支払いの方はあんまり。正直だな。アッセラ様、断っても良いのでは。少し前、流れ星が降るのを見たんです。この世のものとは思えぬ美しさでした。命の輝きとはああいうものかも。命の輝きだと？それはどこだ？どこに落ちた？こっそり拾ったりしてないだろうな。アッセラ様。グルジー格。うわ、死ぬかと思いました。申し訳ない。大切な人に誓ったんだ、魂を、いや星のかけらを探すって。いいですよ、その代わり依頼料を負けてくださいね。キエト街道であの風景が見られればきっと前みたいに絵が描けるような、そんな気がするんですよね。この道はラボルまでまっすぐです。流れ星を見たのはこの街道の真ん中くらいにある木のところでした。あなたの護衛は私と船長が引き受ける。よろしくお願いします。僕ヒョロヒョロなんで。ご主人様が小淵で何よりです。この子は話せるのに魂がない。これは一体？それはオルドール、時計仕掛けで動く人形ですよ。人形？貴族の嗜好品です。星が落ちた時ちょうど貴族の馬車が通りかかってドカーンと当たったのか。そのショックなのか僕もすっかり絵が描けなくなって。あっ、うっすらと、ほら見えます？小さな星のかけら、まだ残ってたんだ。どうも船長。ああ、やはりレスティア様の魂を。今のって手品？夢？幻？一体どんな仕掛けなんだ？うわー、怪物だー！船長！コテンパンにしちゃうんだから。皆さんのおかげです。もう大丈夫みたい。この風景どことなく印象に残りますね。描いていこうかしら。
船長、大丈夫か？さっきの流れ星は？その、何か感じないか？君の体にまた魂の欠片が入り込んだようだが。そうか。すまない。私にもわからない。こんなことは初めてなんだ。船長が近づくと、神の魂の欠片を回収できるということか。だとしたら私にとっては助かる話だが、船長、君は何者なんだ？そういえば、依頼は護衛だったな。マウロ、大丈夫か？歩けるか？一旦カフェに戻ろう。船長と一緒にいることは、思った以上に重要なのかもしれないな。いやあ、死ぬかと思いました。でも、おかげですごい刺激ももらえました。スランプ脱出に効きそうです。それはよかった。流れ星について確認した方がよろしいのでは？一つ目は、あの馬車を打ち倒し、二つ目は、お城の方角へ消えました。三つ目は、きっとラボルの方です。星の欠片が三つか。流れ星を見てから、僕は同じ絵しか描けなくなってしまったんです。全く同じ。人物の絵しか。同じ人物か。それはまた不思議なことだな。いえ、まあこの件は忘れてください。このゼンマイに心当たりは？ゼンマイにある紋章、オリジャ男爵のものだと思います。オリジャ男爵という人物に会いたい。あの人形を届けたいし、それに流れ星がどうなったか聞きたい。その人物に会えないだろうか？僕程度の才能では貴族へのコネなんてとても。一流のアーティストや高額商品を扱う商人なら別でしょうけど。でも、人形は大切なものでは？壊れてなければね。人形は宝石よりも価値があります。でも、修理には一から作るより
とってもお金がかかるんだそうです。だから壊れたらそれっきり、使い捨てってわけですね。それは哀れだな。アステナさん、あなたにはいつか僕の本気の絵を見てほしいですね。